前節の福岡戦が中止になり2週間のインターバル、8月最初のゲームとなるガンバ大阪。今日は2017年から始まったガンバエキスポ2022、記念ユニフォームで残留争いのライバルから勝ち点3をもぎ取りたいところです。2022明治安田生命 J1 リーグの第25節の2日目、パナソニックスタジアム吹田ガンバ大阪対清水エスパルスのゲームをお届けします。さて、まあ、そういう中で今日はやはりこう2列目メシの石毛というところも肝になってくると思いますけどね。そうですね、まあ、坂本選手とこう走力があるところだと思うんで、はい、まあ、攻撃の部分で、まあ、坂本選手中心にどうやって起点を作るかというところだと思いますし、まあ、守備のスイッチというところでは3人とも、ね、しっかりこう走れるので、そのプレスのタイミングだったりというのはこの3人のユニットがどう攻守において牽引するかというのは非常に注目ですね、はい。一方の清水エスパルスです、まあ、このサイドのユニットで乾選手、山原選手というところ、ピカチュウ選手、片山選手というところがどうやって時間を、はい、まあ、前乾選手が時間を作って山原選手のオーバーラップだったりインナーラップというところをしっかり生かすというところもそうですし、まあ、攻撃のビルドアップというところで最近、まあ、清水は、ね、その前半の最初は不安定な部分があったので、そうやってどうやって安定させるかというところは注目ですね。松岡が横に入れて、さあセンターバック上がってきました、立田、左の山原、チアゴサンタナの足元、左足のシュート、これを押し込めなかった。いやー、惜しいシーンです。石毛のグランダーのパスからメシの左足、ここはブロックした立田です。チアゴサンタナに入るセカンドをダマン、メシの、本田を抑えました。メシの左足のシュートです。ガンバのこの組み立てのところで少しプレッシャーかかったらこのスペースへ流すっていうところ、ロングボールを対応しながら、はい、まあ、起点を作るというところを徹底して、坂本中にメシの、もう少しオウンゴールというところでしたが、立田よく戻りました、よく外へ出しました。ああいうプレーはある程度確信があるもんですか。そうですね、まあ、でもこのまず坂本選手の動き出し良かったですし、際どいボールだったと思うんですが、まあ、立田選手をよくね足を伸ばして、はい、斜めのパスを入れて、ヤゴピカチュウを落としてフェイントからシュート、もう一度深いところからクロスボール、ヘディング、ヤゴピカチュウ、非常にいい形の攻めでしたね、はい。ちょっと出して山原入れてきます、ゴール前、クーシェロからシュート、ダイビングヘッド鈴木、いやー惜しかったですね。そうですね、マークも外してただけに決めたいとこでしたね、はい。ね、しっかりと三浦選手マーク外したと思う、はい、そうですね、あそこはどうにかね抑えたかったですね、はい。まあ、でも当てに行くのが精一杯だったんでしょうね、はい。鈴木、先ほど惜しいヘディングシュートがありました、その鈴木からチアゴサンタナ残して、乾右足のシュートはディフレクション、高いボールを入れました、ファーへヘディング、鈴木武蔵、庄司のヘディングから鈴木武蔵、プッシュするシーンでした。いやー惜しかったですね、まあ、ビッグチャンスでしたね、はい、惜しかったですね。庄司が競り勝って鈴木武蔵の足元でした。リハルのボールを鈴木武蔵が落とします。片山、センターバックの立田、ここを狙っていたメシの、松岡、カルリニョスジュニオ前を向いた、戻るファンアラーノ、カルリニョスジュニオパスを出す、ワントラップからコロリのシュート、先制点は清水エスパルス、途中出場のベンジャミン・コロリ、貴重なゴールを決めました。交代で
ゲームを流れを変えた両チーム、その中で先に点を取ったのは、先手を取ったのは清水エスパルス、ベンジャミン・コロリー。あとこのねファースト立ち良かったですよね。しっかりシュートできる角度に置いて、しっかり逆サイドにね打ち込みましたよね。ああここも取った、チャンスになります。チアゴサンタナ、中カルリーニョス、カルリーニョス0対2、大きく勝利を手繰り寄せるゴール。相手のミスから得意のカウンターの形になった清水エスパルス。チアゴサンタナから、これまた途中出場カルリーニョスジュニオが決めました。今シーズンの2得点目、カルリーニョスジュニオ。スローインです。そしてここで笛、0対2、残留争いの両チーム直接対決は0対2で清水エスパルスが勝ち点3を上積み、今シーズン初めての連勝、しかも2試合連続の完封勝利です。